って言ったらいいんだ。お話をしながら、みんなとお話をしながら、ASMR もするよって感じの配信。の方もありがとう。今日はね、イヤホンを新しくしまして、完全ワイヤレスのイヤホンなんだけど、そうそうそう、 YouTube の ASMR 専用のチャンネルでは今年初めての配信ですね。というわけで遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。そうそう。ASMR 配信自体、今年初ですね。ASMR 染め。ダメ？そんな言い方ないよね。ライブ待ってた？会いたかったか？ありがとう。喋りにくい。このラグ、なんだろう、ちっちゃい巣が入るような言葉が特にかな。ASMR はじめみたいな。よいしょ。じゃあ、これ使おう。
お耳に、お耳をサワ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 とかいろいろしたいな。私は夜はあんまり寝れてないね。これ以上は無理だってなって、昨日はお休みしてた。もやっとボールが、もやっとボール？ウニ。の目標は、目標ね、去年よりもいっぱい活動をすること。これ目標かな。ものだけど、なんていうか、体調あまり顧みずに頑張る。夜も安眠できるように願ってる。ありがとう。ねえ、夜寝れるといいんだけどね。ASMR 的には夜更かししてた方がいいんだけど。こうやってできるし、今の体調はどうですかな？
はい、今日は今は悪くないよ。まあ多少は気合を入れて気合を入れて頑張ったところもありますね。ほんと喋りにくいな、ごめん。このイヤホン、このラグが。去年よりいっぱいハムハムされたいね。ハムハム配信もまたしたいね。ニコニコだけになるけど。お水の音いくよ水ボトル XLL で遅延が少ないだけど完全ワイヤレスだからなんか右と左で多分同期するのかな。その必要があるからラグが出ちゃうみたいな。個人的には夜の配信がありがたい。喉大丈夫？無理しすぎないでね。ありがとう。無理しすぎない程度に頑張る。喉はね、多分、まあ、あんまり調子良くないんだけど、やっぱりこのイヤホンのせいで、あのね、喋ってるというか、なんて言えばいいんだろう、これ。なんかね、コントローラーで操作してるような、なんか、自分の喉じゃないみたいな、そんな感覚。あのね、発生する、あれだ、あれ、声が遅
れて聞こえるっていう腹話術的なやつ、あれみたいな感じ。変でしょ変な感じ。よいしょ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 。ちょっともうちょっと足まあすぐ落ちてくるけどね。あんまりまあいいや。極道みたいな感じ。そう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 。合ってるのかな。よいしょよいしょ。こんばんは。ママが眩しい？ありがとう。水が足に行きますか？一国道さんの衛生中継。そうそう。声が本当遅れて聞こえてくるの。不思議な感覚のね、落とすような感じ。こんなふわふわした喋り方も可愛いね。ありがとう。やっぱりふわふわしてるよね、絶対。本当にこうなるんですよ、絶対。お家にマイクがあって、その自分のイヤホン完全ワイヤレスイヤホン飛ばせるなら飛ばして、でその自分の声を聞きながら話してみてください。すごい。自然とふわふわすると思います。なんとかならないかな、これ。本当ふわふわくるみんですよ。よいしょ。じゃあ、ヘルポーズ。よいしょ。シュワーシュワーゼルポン。
くれないのかわかんないから、釣れる釣れるこれ、よいしょよいしょ、気がする。喋れなくなるって、だから本当そんな状態。なんかね、自分の話してる声って自分で聞こえるでしょ。普段は。でもこのイヤホンをしてると自分で話してる声がすごく聞こえづらくなって、イヤホンから聞こえる声の方がはっきりと聞こえてるから、だから変な感じになるね。なんていうか、
何してもクルミンは可愛い。本当？ありがとう。そんなそんなそんな。よいしょよいしょ。じゃあ定番の泡グラス。よいしょ。ひどいこれ。ダメだ。あ、なんかもつれる。パパ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 。スパちゃんありがとうございます。ベアキャリアさん。大好きだよ。よいしょ。ポポ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 ポイヤホンから何が聞こえるか気になるな。私の声です。私の声とこの ASMR の音だけど、あ、今気づいた。この泡グラス濁ってる。冬だからなんか結晶化しちゃったのかな。なんか細かい汚れみたいなものがいっぱいあるけど、これ汚れなわけないよね。多分石鹸水が入ってるって書いてあったから、石鹸水の石鹸が固まったのかな。クルミンっていい声してるって思う？本当？今日だいぶ話し方とかおかしいけど、滑舌も死んじゃうんだけど、これ本当ひどい。私はこれ慣れる日が来るかなってちょっと心配というか、慣れてくれたらね
いいんだけど。中の成分の関係なのかな。そうそう、泡クラス。まあこれはこれで綺麗なんだけどね。なんていうか、お水の対流がわかりやすくて。どうかな。よいしょ。あー、ちっちゃい方。あ？ちょっと待って。濁ってるのと濁ってないのがある。あ？どういう？画面の左側が濁ってる方で、右側は濁ってないよ。どういうこと？これ。よいしょ。ヤッホー、ヤッホー、慣れるまで使うか、元に戻すか。元に戻すのは、ねえ。いやー、やっぱりコードがないのはすごいいいね。すごくいい。もしかしてよく振りました？そんな振った。いや、たまに振るくらいはあったかもだけど、そんな振ってないよ。かるやさん、ありがとう。ねえ、やっぱ濁ってるよね。配信以外に特にラグがないかな？ん？ん？ラグはイヤホンにある感じ。あるって、感じっていうか、イヤホンがラグい？初見です、こんばんは。なんて読むんだろう。なんて読むんだ。オイルさん。オイルさん、こんばんは。来てくれてありがとう。ハロー、くるみ。今日、アレクセールさん。や、ハロー。と、トゥリーム、タイム、ディット、クロスさん。ハロー、Thank you for coming.とかなら微細な気泡が原因。
ですが、ずっと置いてただけ、だから言いにくい。なにこれ、たが言いにくい。ずっと置いてただけ、これひどい。待って、ずっと置いてただけだからずっと置いてただけだから、なんでだろうね。これすっごい言いにくいんだけど。よいしょ。私、右耳は、ずっと置いてただけだから。かわいい、ありがとう。これ、ひどいね。この竹が気に立てて、これ普通に言うのも難しい。可愛い早口言葉に、この竹が気に立てた竹たたたかけてた、こ竹たたたかけたたたかけた、これ本当に言えない、やばいやばい、これやばいよ。ちょっとこれ、あの、同じ環境でできる人、ぜひ、ぜひ挑戦してみて。これは本当に無理だと思う。これ絶対誰もできないよ。やばいやばい。やばいってこれ、本当に。よいしょ。ブラシをしょっこしょこしょこしょ、ブラシでこしょこしょ、これゆっくりなら言えるかな。この竹が気にたてて竹待って、この竹が気に竹立てかけたのは、竹立てかけたから。よし。これを普通に。この竹が気に竹立てかけたから。なんでだ。やばい。生卵とかならいいんだけど。なんだろう。他の時がひどいのかな。このラグがあると、クルミンの声がとても可愛いですね。本当ありがとう。よいしょよいしょ、ちょっと体勢変えないと肩がやばい。よいしょ。せっかくなんで、後ろ、裏太もも見えたりしないかな。こんな感じ。よし。
びっくりだ。そのうち大人でるといいけど、苦手なこととかはずっとありそう。慣れるのか、それとも普段の話し方までおかしくなるのかっていう感じ。まあそんなね、頻繁にこの体験をするわけじゃないから大丈夫だけど。なんか本当、話す言葉を入力して頭から聞こえてくるっていう、で、入力するツールが自分の告知みたいな感じ。私はうるさくて寝れないかもだけど、あんまり寝るし、どの辺だったかな。多分これこの辺っぽい、この辺っぽい。だからエアコンつけなくても大丈夫。視線を誘導してます。
こういう服装だからね。まあ耳かきしてるだけだから、普通普通でさ、このくらい普通じゃない？久しぶりにカルビの ASMR 聞けて嬉しい。ありがとう。そう言ってもらえて私も嬉しい。私もこれ好きなの。配信中や収録中でも気軽に冷えないように気をつけてね。ありがとう。冷えすぎないように気をつける。大好きです。クルミンがありがとう。じゃあ私もそのどことか行ったらよくないね。あの YouTube 音声だけとはいえ、想像をかきたてるようなワードは言わないように気をつけなきゃだね。気になる方はニコニコアクセスしてください、まあなんかニコニコも見れない地域もあるみたい。反対。ほら、だからね、そういう地域もあるから、で、これのタイムシフトね、アーカイブ、タイムシフトおよびアーカイブっていうのかな。されます。みんながされてないのいっぱいあるんだけど、でもね、あのクリスマス配信とお正月配信のチャンネルプラスにアップしました。一般公開なので誰でも見れます。でも見れない地域があるみたいで、この方たちにも見れる可能性を上げるために
のが上がってます。なんかアンティアの使用で無料にはできなかったんだけど、アンティアまた更新できそう？調子よくなるの待てる。そろそろ更新できそうだよ。あの新作動画ってことだよね。もう収録はしましたので、あとは編集が終わるのと、編集したやつが OK 出るかみたいなところです。大丈夫だと思うよ。私かのやさん、名前呼びましたっけ？呼べないかもしれない。かのやさん来てくれてありがとう。でも来てくれて、手とかも重なるとすごく言いにくくなる。タニオやばい。ありがとうございます。呼んでたならよかった。そう、たまに分からなくなったことがあるから、そんなこともあるということで、よろしくお願いします。中にはアップできる予定です。お楽しみに。都合上難しいんですけど、できる範囲でパンティアだけならなんとかなるかなって感じです。
毛がファって逆立つみたいな、ファって逆立つ感じみたいな、なんか私の体が、めんねんびっくりさせて、こういうこと起こるからあんまりしちゃダメだね、ああいうの。ってことで、
ケアしてないよね、変態。してないよね。よいしょ。
たまによいしょよいしょ。じゃあ、正面にして背中それは難しいかな。足の裏すりすりはね、あれは目を上にでしかできないことだった気がするので、ありがとう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。メンバーになったら、よいしょ。足の裏にマスク。いつやるかとかいかがもわかんないけど、ファンティアに免権で上がってるやつがあると、ファンティアで動画を待つのがいいかいも、基本的には単品でとかもしてるから、いわゆるサブスクじゃない方きっと全ては未定なので、ご要望があればリクエストに答えることもあるみたいな、そんな感じ。みんなとで喋る安心感が半端ない。やっぱ近い方がいいのかな。うまく喋れてたんかな。足の裏大好きだから嬉しい。またよかった、ありがとう。よいしょ。じゃあジェルボールを、ジェルボールどんだけあるんだってね。よいしょ。また違うやつ、ジェルボール好き。よかった、これも好き。
私もジェルボールすごく好き。なんか気持ちいいと安心するのと両方ある感じ。出なかった。今日ってもともと配信しようと思ってたの。今日はね、思ってたのかな、そう、なんか夜にちょっと時間できそうだなって思って、体調もちゃんと悪くないから、やりたいなって思った。時間がね、いろいろやって、時間が遅くなったりすると、今日は無理だなってなるけど、やりたいなっていつも常に思ってるから、あの収録した日ももし収録が早めに終わったら早めに終わって、体調も悪くなかったら配信したいなって思ってたし、いろいろその日の作業とかその日の用事とか全部終わって夜も時間があったら、スタートしようみたいな、そんなのが常にある。だから、昨日も気持ち的には配信したいなってあったんだけど、実はですね、一つすごく夜に体がひどくなって倒れるしかないみたいな感じで、朝起きて
もちろん入ってリフレッシュするってツイートしたんだけど、お風呂入ってる途中お風呂入ってる時すっごい吐き気がきて、ひどかったから、これはダメだ、これは寝なきゃいけないって。で、昨日はゆっくり休んでた。午前中寝てて回復したんだけど、大事をとって一日休もうって横になってました。ちゃんとご飯も食べて、だからそういうなんか突発的な体調不良とかなくて、時間の都合もあればいつでも配信したい。すごく考えてくれてるからね。いやいや、そんなそんな。もともと配信大好きだから、あとやっぱりなんかね、みんなを元気にしたいから、みんなの心を元気にしたい。それができてないと辛い、ストレスたまる、テンションも下がるって感じだから、もう本当にひどい時になるのに、こうやってやりたいことをやるのが一番いいなって実感してます。最近楽しいし、もう幸せです。やりたいことできるって幸せ。リアタイでくるみの時ASMR をしてて、すごく嬉しい。私もできて嬉しいよ。睡眠時間を重視しないとね。そんなのは知らない。もう最近は計算してないし、知らない。寝不足だったら栄養ドリンク飲めばいい。で、本当にひどい時倒れるから大丈夫。休むからちゃんとその時。私にとってはすごく難しい。もう体調を優先にすると、体調を何？整えるのがお仕事になるから辛い。
民が幸せなら、こちらも幸せ。やった。ウィンウィンだね。よいしょ。ちらっと見える背中もセクシー。ね、いいよね、これ。規則正しい生活も大事なのは分かってるんだけど、どれだけ整えても体調を崩れるのが私らしい。そんなの気にした結果が去年だし、しました。私は体を顧みずに、基本的に顧みずに好き勝手やるのがいいのかな。本当にひどくなったら休めばいい。それがいいぞ、私は。よいしょ。よいしょ。気持ちよかったかな。あ、ててそろそろお時間となりました。今日は来てくれてありがとう。ツイート、そうそう、ツイートもできるよ、元気だと、ほらほら、もう終わっちゃうけど、ガールベッドガールベッドネスメンデスアさん、グラティアス、もう終わっちゃうけど、よかったら、YouTube アーカイブをね、見てね。よいしょ。気持ちよかった？よかった。ほんと、ほんと。よいしょ。ね。こちらこそ今日もありがとう。早口言葉の練習面白かった。そうそう、面白くなっちゃう ASMR。 まあ雑談だからね、雑談だから、雑誌をね、ならない程度に。キャッ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 ね、わかん、わかんない、わかんない。何かわかんないか。まあ、普通にマッサージかなって。ね、ね。もう一回だけ早口。なんだっけ？早口。なんだっけ？まだ残ってるかな？早口、どんなんだったっけ。この竹が君だけたたかけたとは、竹たたたかけたたくたかけたかったから、竹たたたかけたなんでこうなるの、本当に。なんでこうなるの。わかんない、本当に。本当やばいから、みんなもやってみて。できる環境の人は。はい。ねえ、いろいろね、そう、お話で
できるとね、お話しなんかこうね、交流しながらこうね、どんなことですとかなんかこう、ちゃんとお話しながらできるの好きです。好きです。うん、不安にならない私が。ホリホリホリユラムさん、グラティアス、うん、でいいかな。 Thank you。 赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。あ、これは普通に言うのも難しいけど、まだ言える方だね。うん、あ、喉が、喉が、よいしょ。よいしょ、よいしょ。ではでは、今日も来てくれてありがとうございました。Thank you for coming today. 変顔せに、今日のライフ。バシューバーストプシーシポニャー。グラティアスプロベニーナイ。アナナーワジョソコマオ。アメリカルプロベニンビンドオチ。マロシーデトロベニアアジャチ。Tack för att du kom hit. Gratis för att se på nätet. Stanna. Och jag ser dig sen. Det är jobb.皆さん、夢を。Good night, sleeps. わー、もう。スパカンのチェアスラッキスナー。マイナースのデス、デスセニャース。アニョイチムセア、ジャンクムカヤ。ボンナイツロソース。ボンニー、ペルボレット。Good night, sleeps.ボンナナテソミタ。ねえ、またね。個人的に昼配信も期待してます。昼もしたい、昼もしたいよ。うん、おつみ、おつみありがとう。ねえ、おやすみありがとう。台湾のファンです。谢谢你。嗯，那你慢点呢。See you. Then the stretch, not be much. The pile, the miss, the anto, Mister, ciao. Yeah, 本当今日もうなんか。ほどふわふわしてるね。ほんとぽわぽわしてる。なんだこれ。あ、マイメロちゃんっぽくなるんだ。マイメロちゃんに怒られる。いや、マイメロちゃんには怒られないか。さ、サンリオ様に怒られるし、サンリオファンの方に怒られる。こんなこと言ってると、痛い、もったいの飛んでけ。怒られる、やめろ。はい。じゃあね、大好きだよ。 Love you と引きバニラYou will keep up. Take care of much. Namcha hell. Hell, Jiyama.
Jettador. Ich liebe dich, Tiamo. So, Usagi no shita kara, Usagi no shita kara. Ni, ni. Fuiki wa kara de shou, ni. Happy Adolemo san, arigatou. Deva.ウサギじゃないのか、ぴょんぴょん。